どうも。10時半になったら、気づいてなかったら教えてほしいなみたいな。笑福、何これ、ありがとう。だるまとかね、いろいろありがとうございます。本当に嬉しいです。とても、本当にな、ちょっとさ、うるさいの分かってるんだけど、つけたまま配信始めちゃったので、もうこのままやります。強行だぜ。私が大きい声で喋ればいいんだよね、多分。そうします。皆様、今日は水曜日ですけど、いかがですか。いかがですか、水曜日、週の真ん中。月曜日は、そっか、あれ成人の日だったけど、まあ大人には関係ないよね、私も含め。関係ない日。どうでしたか、今日誕生日。おめでとう。素敵な一年にしてください。サイリウム、ありがとう。ありがとう、私の色だ。ありがとう。今日も目がちょっとしょぼしょぼしてる、しょぼしてるので、まばたき多めで。なんかさ、この話ちょっと何回もしたことあるんだけどさ、やっぱり2じゃないよの動画の自分がめっちゃ眠そう事件みたいなやつ、なんかね、すごい眠そうなんですよ。そう、いつもなんだけど、これなんかもうどうしようもないのかもしれないとか思い始めちゃった。なんかそう、眠そうなんですよね、すっごい。なんででしょう、角度とかライトの問題なのかわかんないんだけど、自分がすっごい眠そうでびっくりしちゃった。なんかめっちゃ眠そうなんだよね。だけどちょっと眠くないってことだけは、ちょっとこれを見てる皆さんにね、伝えておきますね。眠そうなだけで眠くはないよって。あ、ココア、ありがとう、嬉しい。乾杯。笑福、ありがとう。そう、それだけ言っとくわ。何なんだろうね、あれ、何が原因なんだろう、ちょっとわかんない。猫だ、ありがとう、にゃんこ、かわいい。でもちょっとなんか、なんだ、何言おうとしたんだ、なんだっけ、ちょっと思い出したら言います。エナタンの成人式の話、知らないよ、あの人の成人式。なんだろうな、可愛かったですよね。公園帰り、そっか、今日公園、菅原さんのね、誕生日、生誕だね。
画面の色合いが絶妙。なんかそう、私のショールームのこの配信のルームの何フィルターっていうのかな、なんか自分が昔に設定したやつなのかな、なんかよくわかんないんだけど、最近ね自分のフィルターがなんかみんなと違うことを知りましたちょっと今は無理だわ、今度ちょっと直せたら直しとくわ。でもなんかこう自分一人でこう配信してる分にはさあんまり気にならないしさ、これが普通だと思って配信したけどどうやら違うらしいからでもちょっとさ白く映らん、こっちの方が。なんかねフィルターかね何かがねかかってるらしいんだけどね、ちょっとわかんないんだよね私にも。なんか自分でやったっぽいんだけどわかんなくて、まあいいかなみたいな。気にならない方が多いのでね、このままいきたいと思います。これからも今月さちょっといっぱい配信しようと思ってたんだけどさ、もう10日、やばくない？あと21日しかないんですよ。ピンクの服珍しいね。これねパジャマです。部屋着？パジャマじゃない、部屋着っていうのか。ハッピーバースデー、まだねあとね11日あるから、みんな11日あるからね。あと今月の目標何？頑張る。何頑張ろう今月。今んとこうーん何頑張ってるかな今月。頑張ってないことないんだよ、頑張ってないことないんだけどちょっとパッと出ないわ。頑張ってるんだけどね。編み物ねしてますよここ1週間ぐらいちょっとしてない。仕事以外でもの目標作ろうよ。仕事以外の目標頑張るですかね。手つな出ますね20日かな。何卒ピーマン残さず食べるとか。食べれるでピーマン、私何でも食べれるようになっちゃってさ。土曜日、そう土曜日の公演ですね。のね、久しぶりな気するな。なんかメンツがいつもと違うからさ、どうなるのかちょっとわからない。
ちょっと固めで配信しよう。目がめっちゃ乾燥してるの。だからちょっと固めで配信します。のりたま食べてる？え、のりたまね、食べてない。食べないと、そろそろのりたまチャージしないとダメだ。最近ね、なんかもう目薬とかのね、あれじゃないのよ、もう私の目もう、ね、常にカラカラみたいな、もうこう目開いてるだけでカラカラみたいな。しかも今携帯見てるから余計にカラカラみたいな。だから本当にすいません、音と同じぐらい気にしないでください。言ってもそうだよね。コンタクトね、つけてない今。最強ドライアイ、めっちゃ嫌だな。こんばんは、こんばんは。ハートもありがとう。目つむるためにウィンクでもしてます。もう片目もなんかさ、私マジでウィンクしないんだけど、あんまりね、あんまりというかもう年1とか年2とかそんくらい。いや、多いな、もっとしないかも。なんだけどこう、目乾いたり痛い時に固めでこういたりするからさ、ウインクめっちゃうまいよ。披露しないけど、ウィンクじゃないよね、もうなんか片目閉じみたいな。マジ目終わっ、眠そう、そう眠そうなの、そういう顔なの。なんか最近寒いからさ、何着ていいか分かんないんだけどさ、なんかまださ、なんかあったかい正月ぐらいの気持ちで生きてるからさ、私もうなんか普通に凍えてるんだよね毎日。結構問題だと思うんだけどさ、そのマフラーとかさもちろん持ってるんだけど、そうなんかかみたいな、まあまあまあいらないかなみたいな気持ちで出て、まあ、昼間はいけるんよ。だけどその夕方とか夜になってくると本当に寒くて、なんかどうしようもないぐらい寒いのに学べないからさ、毎日そんな気持ちで生きてるんだよね最近。本当に寒い。明日から気温が下がる、これ以上寒くなるの？なんかもう諦めたよね、寒いのに。もう慣れちゃったからさ。劇場ね、劇場あったかいけどさ、お見送りとかの時にさ
その扉側にいるとね寒い。っていうメンバー情報。劇場は乾燥してる。やっぱ乾燥してるんだ劇場って。やっぱりそうだよね。私も思ってた。やっぱ乾燥してるんだ。だからみんなお水、パッケージついてるお水を飲んでるんですね。めっちゃ寒い子みたい。全然寒くないのに。何か言おうと思って配信を始めたのにちょっと忘れたんですよね。最近何かありましたっけ。そう、もう話すこと全部忘れてるからもう諦めようかな話すの。ありがとう。だるま。なんか思い出せないからもうちょっといいや。画質がめっちゃいい？やだ。狼とプライド。あ、そう、ありがとう。昨日載せたよ。昨日載せたんだ。X。派手紙ラスト、わかんない。どうなんだろう。まだあんのかな。まだあるのかも。わかんないや。でもなんかよく赤が好きって言われるからさ、みんなに。ね。なんか赤じゃないんだよな多分私。ピンクなのかもしれない。寒そうね。寒そうだよね。全然寒くないんだ。ごめんね。本当に寒くないの今ここ。でもなんか髪の毛ピンクでもさいけるのにさ、なんでさピンクの衣装とかさあんまパッとしないんだろう自分。今思った疑問ね。
ニューバランスの靴買ってもいいですか？買ってください。ずっと金髪って言ってるけど少数派なの。どうなんでしょうね。ピンク勢が多い。カオリの写真集まだまだキミちゃんブルベ多分イエベだよ。わかんない、これ勝手な考え勝手なやつです。だからわからないけどイエベですね多分。最近な楽しいけどな、何か話すような日常送ってるかって言ったら送ってないな。みんな何話してんだろうなショールームで。MBTI ねやったことあるよ、忘れちゃった。I です。F。I なんとか F でした。その次はわからない。今日は1月10日だから夕日見た話は、あ、そう、昨日夕日を見まして、夕日を見たってか、日の入り？違う、夕日だ、朝日じゃないもんね、夕日だね、夕日を見まして、なんかすごいいいタイミングで見て、すごいね綺麗でしたね。なんかあんなちゃんとこう空というか日を見ることってないから、なんか新鮮な気持ちでしたね。なんか初日の出も見てなくてさ今年だから、初日の出見る前に初夕日見ちゃいましたね。最近はね眠くて、いつもなんだけど別に最近眠くて、なんかアラームかけて、でも別にそのアラームの時間に起きなくても大丈夫みたいな、だけどアラームかけるって、その1時間とか2時間後とかに起きるんで、マジでアラームの意味をなしてないアラームをかけてますね。意味がないんですよ。そんな感じですかね。うん、他にはなんだろうな。なんかあるかな。今年初カレーの具定は？あ、もうね食べたよカレー。実は
食べましたよ。カレーはね、食べたんだ。今さ、どこまで公演のさ、予定が出てるんですか？ちょっと知らないんだ。20の鉄生で、あ、そうなのね。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、いっぱい。そうなんだ。じゃあ私の生誕はいつなのでしょうか。21歳になっちゃうんだ。やばいよね。もうどうしよう。22になっちゃうから。今日中坂と喋ったんだけど、中坂が今18歳なんだって。だからまあそれ私も22だよなって思って、びっくりしちゃった。猫ありがとう。22歳らしく生きたらいいじゃん。えなたんの生誕ね、19？ これ嘘かも。生誕のスピーチはね、何もですね、あんまちゃんとなんかあるのかな。私何を言うんだろう。自分自分でもわからないですよね。まあでも、まあ、21歳はですね、まあ誕生日も来てないのにさ、もう誕生日来た人みたいな話してるわ。なんかなんでしょうね。先取り生誕しちゃおうかな。ここでスピーチしたら本当の生誕祭スピーチなくなっちゃうよ。いい？だるまありがとう。その時はその時、わあ優しい。でもちょっとマイナスにならないスピーチがいいですよね。あのなんか自分すごいマイナスに話しがちなんで、あのマイナスに方向に行かないスピーチだとね、なおよしって感じなんですけどね。あと眠そうじゃなければいいかな。なんだろうな、私って多分言葉遣いが悪いというか、まあ良くないのと、その言葉が多分強いのか分かんないけど、そのマイナスに聞こえがちなんだよね。そうだからなんでしょうね、なんかちょっと声のあれもあるのかもしれない。
まあいろいろこう相まってちょっとマイナスに聞こえがちなのでね、本当に22歳は改善していきたいと思います。それをあと何なんでしょうね、すっごいマイナスに取られがちなんですよね、何もかも。でも言葉遣いだって別にさ使い分けますよ、私だって TPO ちゃんとわきまえてお話ししてますのでね、そこら辺は。そんなね、言っちゃいけないことと言っていいことの差ぐらい分かりますので、ですので、ですので、大人ですから。もうあ、時間ありがとう。ねこれ私の今の定型文って何なんだろう、この初見のやつのやつ。ジュニキちゃんたち優しいって言ってるよ。でもあんまりね、あんまりまだそのみんな関わってない、関わってないと言いますかあれなんでね、ちょっとあれですよ。そもそも設定してますか？してないですね。けど何なんだろうと思って、ちょ気になっちゃった。デフォルト？あ、それ。こんばんは、お疲れ様。と、チラかな？チラがあったんだよね、今。なんか初見の方がさ、可愛いってさ、打ってくれてたからさ、あ、これは固定なのかな？って思った。から聞いてみたんだけど、あ、みんな人によって違うの、これキラキラの人もいるの。こんばんは、お疲れ様です。うまい、いいね。こんばんは、はじめまして、頑張ってください。いいね、遊びに来たよ。うまい、かわいい、あ、変わるんだこれ。あ、ここありがとう。オリジナル定型、え、何がいいと思う。でもそろそろ半だよね。何がいいかな。考えておきます練りますね、練ってきます。占い結果の感想は、私確かオレンジでしたよね、オーラ。あ、そろそろ時間終わります。オレンジ、そう、オレンジだったんですけど、なんかオレンジ好きなのですごい嬉しかったです。そう、私は天才ということが分かったのでね、これからは野球をしようかなと思います。はい、皆さん今日もありがとうございました。あ、ありがとうございます、ニラボ、シェイシェイ、ありがとうございます。あ、猫もありがとう。ということでありがとうございました。本当におやすみなさい。